こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回ですね、ナイロールメガネフレームのレンズ交換がこれから出来上がるんですが、そのことについてちょっとご説明したいと思います。ナイロールのこの間レンズ入ってきましたブルーカットのレンズなんですよね。それでですね、これちょっと縦のお求めいただいたフレームなもんですから、ちょっと片板がなくてもこういう元のレンズ使ったりしてトレースできますので、全く問題ないですね。そして今こう片っぽ入れまして、こういう感じで、あと こっち入れるだけですね。こういうテグスってあるんですよ。これナイロールメガネフレーム用ということで、0.5 と 0.6、何種類かあるんですけど、これ比較的 0.6、ちょっと若干太めの方ですね。この糸を使って、この糸も全部取り替えますんで、どうしても年数ある程度経過してくるとですね、ちょっと劣化してきますんでね、特に冬はやっぱり切れやすいことありますね。寒くなるとね、全体的にこう縮むっていうんですかね、そういうことあるんで、弱ってるとその冬に切れる場合は結構、一概に言えないんですけどね、比較的多いですね、冬に切れるということが。こういう感じだと、こっちのレンズをもう全部こう保護テープつけてですね、でこれをこう、あとこういうふうにして、ちょっと今入れますけどね、右側は今入れたんで、これをですね、少し、ちょっと微妙なこの貼り方ってありまして、やっぱりあんまり緩くても外れることありますし、あんまりきつすぎても今度なんかの時こうバチンと切れる、あれですよね、弱ってきた場合はね、そういうことありますんでね、やっぱり適度の太さっていうかですね、貼り方ってやっぱりありますんで、あんまりその辺がちょっと手加減がちょっと難しいというか、そういうのありますね。こういう感じで、ちょっとあと余分な分はこういうハサミでこうね、パチンと切って、大体これぐらいちょっと出すんですよね。これぐらい出して、ちょうどレンズの溝にちょうどこれも、この余った分もちょうど収まるようにするんですよ。そういうやり方でございますね。そしてこれをですね、こういう紐ありますよね、こういう。ナイロン製のね、こういう紐で、こういうふうに、こういうふうにして、こう、入れて、ね、で、これで入りましたですね。で、あとこれ外して、これで。これで OK でございますので、こういう、とこホームテープついてるので、これ剥がして、産業とかね、必ずね、ホームテープってやっぱり、私もつけるんですよね、必ず。万が一、こう、なんかの表紙で、こう、傷ついたりとかもありますが、傷つかないレンズも出てるんですけど、やっぱり、そういう、なんですかね、産業の時は必ず保護テープつけて、すべてこういうふうにやるように、これ基本ですけどね、こういうふうにやりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。